じゃあ早見さんどうぞ。いいけども、早間と申します。今日のお話はですね、先週ですかね、オートモーティブリナックスサミットの方でお話しさせていただきました、まあ、デリビの IBI の、レイヤーマネジメントですね、ディレクトリビーで、まあ、実装したらどうなるのかという話をですね、させていただきました。で、それを、日本語でやらせていただきます。で、この資料そのものはですね、私とデジタルバックホップっていうのは、ダイレクトリビーをもともとメンテしてた人間なんですけれども、実は去年の7月にですね、デニスと私の方でですね、ドイツに会社を作りまして、ダイレクトリビーのサポートをする会社っていうのを設立させていただいて、一応ビジネスとして、まあ、オープンソースのダイレクトリビーはそのまま変わらないんですけれども、使い方というかですね、新しい SOC へのサポートですとか、そういったところをですね、お手伝いする体制というのを作らせていただいております。今はまだ、まあ、ダイレクトリビーカンパニーの方もですね、技術者4人という小さい会社なんですけれども、まあ、日々、新しいダイレクトリビーのリリースとか、まあ、機能サポートとかやらせていただいております。で、まあ、ちょっと今日はそういうお話は置いといて、そもそもジェネリーの IBI レイヤーマネジメント、この中でも IBI の方々も結構いらしていただいているので、まあ、そういう方々には社会に説法な状態なんですけれども、まあ、どういうものなのかというお話をさせていただいた上で、じゃあそもそもディレクティブ B って何なのか、逆にこれは CE の人たちには社会に説法になってしまいそうなんですけれども、で、まあ、じゃあそういったディレクティブ B を使って、レンダラー、まあ、ジェネリーのレイヤーマネジメントを実装するとどういうふうになるのかというお話をさせていただきたいと思っております。ではそもそもジェネリーのレイヤーマネジメントは何なのかということで、基本的には、まあ、アプリがいくつも、もう今の IBI、サイズがどんどん大きくなって、この前の確かオートモーティブリナックスサミットというのは誰かのキーノートで忘れちゃいましたけども、ジャンボじゃないですね、787とか動かすよりもコード数が多いって言っていると、車の方が、そういうふうにプリントが大きくなってるっていうのは、なんかどこまで本当なのかどうだかってすいません、その辺は逆にオートモーティブの方々が詳しいと思うんですけれども、そういう状態になっていると。じゃあどうするのか、まあ、その中でですね、結局そのベンダースペシフィック SOC スペシフィックにいろんなものが組まれていると辛いと。でアプリケーションも今たくさん動いている IBI の中では、そうなってきた中でどうやって、一般的なですね API を定義して、でそのプラットフォームの違いによってですね、アプリケーションが足を引っ張られないようにするかということで、ジェネビーの方で一つはグラフィックアプリケーションが描画する面を管理するためのですねフレームワークというのを定義しています。それが、まあ、IBI レイヤーマネージメントなんですけれども、まあ、アプリが描画するとですね、それぞれレイヤーマネージャーの方に、出力がいきまして、そのレイヤーマネージャーの方が適切に、コンポジション、まあ、合成なりなんなりをして最終的なスクリーンに出力すると、まあ、そのためにですね、いろんな API が定義されています。でポイントはまあ、最終的にはソフトウェア まあ、車なんかもテレビもそうなんですけども、やはり秒画面っていうのはたくさん定義、実際にハードウェアで秒画面っていうのがレイヤリングっていうのが定義されてますので、そういったものもですね、定量的に使えるようにしようというのがこの仕組みになります。まあ、ざっとレイヤーマネージャーのサービスとして、大きくて2つ、まあまあ、クライアントとサービスというものがいて、まあ、クライアントとサービスの間はですね IPC でお話ししますよと。でサービスの方は、レンダラーというですね実際に描画面を管理するものですね、そちらの方を使って、描画していきますということになります。多分なのこちらになのかね。で一応クライアント用の、この緑のモジュールっていうのが基本的にジェネビーの、レイヤーマネージャーのコアな基本コンポーネントになるんですけども、クライアントライブラリー、それから実際にロジック管理する、レイヤー管理を担うマネージャーサービスで、コミュニケーターっていうのがクライアントとお話しする部分ですね、通信モジュールで、ベンダーっていう描画するところです。
で、ここの部分はそれぞれのその IPC なり Windows システムの違いというものを吸収するためにプラグインという形で違うものを置き換える。まあ、例えばここですと DBus とか TCPIP 普通に使うとかっていうものを選ぶときに、まあ、それぞれ用のコミュニケータープラグインを持ってくることもできますし、AppStream っていうか JDB が公開しているレイヤーマネージャーですと、まあ、X11 か VLAN とかが使えるようになってますので、それ向けのレンダラグラムというのが用意されています。ちょっと簡単に口頭で言ってしまったんですけども、まあ、コミュニケータープラグインは DBus と TCPIP が入ってますね。でレンダラープラグインとしては、X で結局この辺が、まあ、ちょっと微妙なところなんですけども X って言っても 3D を扱うために GLES を使うのか GLX を使うかによって変わってきてしまいますので、それも WAYLAND も WAYLAND で WAYLAND は逆にOpenGL 使う方は GLES しかないんですけれども、その下のですねフレームバッファーといいますかが DRM なのか FBDEV なのか X11 なのかによって変わってしまうということで、この対応というのが入っています。でさらに、WAYLAND に関して言いますと、よく誤解があるんですけど WAYLAND 自体はですねそれ単体では何も描画ができなくて、基本的にはサーバークライアントの通信プロトコルにしかないので、実際にはこのモジュールそのものは WESTON というですねサンプル のコンポジターに依存しているものになっています。でなので厳密に本当はこれは WAYLAND WESTON って書かなきゃいけないんですけども、WAYLAND 単体持ってきてもこれ動くわけじゃなくて WESTON も一緒に持ってきて、さらに持ってられたデータとか持ってくる必要があるんですね。でちょっと今回はですね、この JDB のレイヤーマネージャーの中にじゃあ結局どうやってディレクト FB を入れるのかって話になりますので、そもそもじゃあレンダラーの部分ですね、要はレンダラーのプラグインをディレクト FB 版作りましょうって話になります。じゃあそもそもレンダラーがどうなっているのかと、まあ、簡単に言うとそのレンダラーのベースクラスを定義しているレンダラーベースレンダラーというのがあって、ここはコモンモジュールなんですけども、それをインヘリットする形でプラットフォームの定義、ウィンドウシステム、グラフィックシステム、テキスチャーバインディングスというものをですねそれぞれ定義したということになります。じゃあそもそもそれら一体何なのかということなんですが、ベースメンテナーはまあ元々のベースクラスなんてここはあまり意味がないんですけども、プラットフォームというところが一つはですね X なのか WAYLAND なのかということで、ある意味で Windows システムという下のグラフィックシステムが何なのかっていうのを定義する部分になります。でそのプラットフォームの下にですね、Windows システムテキスチャーバインディングスグラフィックシステムというのがあるんですけども、Windows システムっていうのは、まあ、このプラットフォームの上でですねグラフィックシステムの上で Windows システムを実装しているレイヤーになります。だからこれがダイレクトにそのグラフィックシステムのですね Windows システムをマッピングしてもいいんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、コンポジションみたいなものですとかインプットイベントハンドリングですね、結局どのフォーカスをもらっているアプリケーションに対してインプットイベントまで出さなければいけませんので、そういうのをプラットフォームからもらって適切なアプリケーションに転送するという仕組みですね、といったものですかを実際に実装します。それと Windows システムによって結局描画するものがですね描画 API 変わってきますの でこれ実際にはこの中でコンポジションもやるんですけれども、そういう時にここに定義しているグラフィックシステムを呼んだりします。グラフィックシステムは実際にですねアプリケーションの画面をですねそれぞれ適切なレイヤーに描画する部分になります。一応 OpenGLES 対応とかですね、まあ、標準的に使えるやつというのもすでに入っています。でテクスチャーバインディングっていうのは OpenGLES これ中で使ってますので、レイヤーマネージャーの場合ですね、でこの OpenGLES のバッファーテクスチャーバッファーとアプリケーションのですね描画サーフェースっていうのをバインディングしてあげるモジュールになってまあ、ある意味これはもう前提としてコンポジションを OpenGL でやるということが前提にはなっているんですけれども、まあ、今の JDB のレイヤーマネージャーではこういうコードが出されています。で一応入っているモジュールですけども 1.0 で入っていますね。プラットフォームとしてテキストレンダーなんていうのはもうほとんどデバッグです。クライアントからこういう命令が来ましたねっていうと録画バーンって出るだけなんですのであまり意味はないです。もう一応5つですね、最初に言いましたこういうレンダラーがありますというものに応じて、5つプラットフォームが提示されています。
ですけれども、ウェイランドに関しては、まあ、DR 版、FE11 版、X11 版のレンダーで、 X11 に関しては GLX と GLES のレンダーですねがあります。で、Windows システムはここからはそれぞれ特徴が出てくるんですけども、X の方はプラットフォームは2つに分かれてるんですけども、 Windows システムは1個にまとまります。でこれはまあ要は WinX のプロトコルを使ってインプットハンドリングでコンポジションにやれてます。でここは1つにまとまるんですけども、Wayland はですね、実はまだ3つに分かれてますね。 DR、FE11、X11 使ってるのによって Windows システムも変わってきます。それから実はここに細かくは書いてないんですけど、インプットシステム結構 Wayland は細かく分かれてます。テキスチャーバインディングに関しては逆にですね、ここは今度 Wayland がシンプルになっておりまして、なんでかというと Wayland が OpenGL-ES しか使ってないので、Wayland West は OpenGL-ES しか使わないので、GL-ES テキスチャーという1個で全部のバインディングができるようになっていますが、それに対してですね、X11 は GLX か GLES なのか EGL なのかっていうのはですね、PIX マップからなのかとかですね、いろいろとあっち行ったりこっち行ったりする関係で、ちょっと残念ながらここは、まあ X のこういうところがちょっと気に食わないからウェイランドが出てきたっていう若干の出るところもあるんですけども、ちょっとこういうところがいろいろ複雑になってます。でグラフィックスシステムに関してはですね、本来は、まあ、GLES なのか GLX なのかによって、まあ、両方システムが変わるのと、GLES なのか。これは DRM を使っている Wayland DRM 版用になっているようなんですけども、まあ、一応 GLES のグラフィックシステムなので、OpenGLES をサポートしていれば、一応このグラフィックシステムということで、要はコンポジションのですね、API を抽象化するというのはもう最初から入っているということになります。というのがですね、今のゲニビのレイヤーマネージメントバージョン 1.0 の、中に入っているコードとなります。で続きまして、じゃあそもそもじゃあなんでこの中にディレクト FP を入れてやろうという話になってきたのか、ダイレクト FP を入れてやろうという話になってきたのかということで、まあ、ダイレクト FP の話になるんですけれども、そもそもダイレクト FP とは何ぞやというところでですね、ちっちゃいんですね。組み込みテレビ向けなんかによく、もともとセットトップボックスをですね、ミドルウェアとして考えられたものなんですけれども、実際には、いろんなところで、まあ、セットトップボックス、多分日本の大画面のテレビはみんな使っていると思いますし、リラックスベースのものはですね、フィリップスさんとかはそういうところも使ってますけども、テレビなんかも結構使われています。で、まあ、サイズ的に 1.5 メガぐらいで、一応ポイントはですね、全ての描画命令というのが API できちんと定義されているので、ポータビリティがあるとプラットフォーム下の SOC を変えてもですね、同じプログラムが同じように動かせるということが一番のポイントになります。でその時にハードウェアでできるものは自動的にハードウェアに落ちて、もしハードウェアでサポートできないものがあったらもう必ずそのためにフォールバックがすると。だからハードウェアのサポートがないから絵が出てこないっていうことが、なんかアルファブレンディングハードウェアでできないからアルファブレンディングが動かないっていうことは全くなくてですね、アルファブレンディングがなかったら、まあ性能は当然落ちますけども、ソフトウェアにフォールバックして必ず描画結果をですね、期待したものが得られるようになっているというところがポイントになります。で、さらにソフトウェアの方もですね、まあ、X86 使う上においては MMX とか最適化もされてますし、確かST のあたりの人がですね、ネオン対応したマッチっていうのをですね、一応投げてるんですけど、まだちょっとマージされてなかったと思うんですが、そういったものも入ってます。であと OpenGL の、まあ、ES にまでサポートしてるので、まあ、これに関しては、まあ、できないとまずいでしょうというレベルのものなんですけれども、一応それも入ってます。で、一応複数プロセスでですね、GPU とかも触れますし、ハードウェアマルチレイヤーをですね、もともとやっぱり目的がハードウェアレイヤーサポートしている GPU 向けのミドルウェアとして考えられてましたので、最初からレイヤーという概念が入ってます。だから無理くりレイヤーっていうのが後から出たわけじゃなくて、ダイレクト FP そのものがもともとハードウェアレイヤーというものとうまく組み合わせて使うということを考えています。で、まあ、インプットハンドウィンドウィンドシステムですね、
で、ダイス AP そのものはグラフィックスの、まあ、そういう意味では位置づけ的には X の値に来るものなんですけども、その上に来る、まあ、UI のフレームワークですね、ツールキットなんかには、まあ、皆さんがよく使われる QT もそうですし、まあ、EFL、最近だと大前で流行りの、あと EFL、エンライティメントの、あのフレームワークですね、EFL ですとか、そういったものともつながりますし、GTK ポーティングも、ちょっとステータスが微妙なんですけども、あの一応あります。で、さらに、まあ、DiveTV 専用のですね、あの軽い、ツールキットっていうものも、いくつか用意されています。DirectDB そのものはですね、いくつかのコアコンポーネントから構成されているんですけれども、基本は、描画部分ですね、グラフィックの描画部分と入力管理ですね、マウスイベントですとか、キーイベントですとか、そういった管理の部分、描画面の管理ですね、GPU の管理っていうのが入ってきます。あと、中でですね、マスター、まあ、マルチプロセス対応してますので、そのプロセス間の同期のためとか通信のために、高速な IPC をですね、実は、独自のものを持ってまして、フュージョンというものなんですけれども、一応これはちょっとカーネルモジュール、を独自のものを入れて対応しています。これそのものはですね、実は今最新のもので、カーネルモジュールなし版というのを実験的に、まだエクスペリメンタルなんですけども、上がってまして、こちらの方を有効にしていただくと、カーネルモジュールなしで、IPC、まあ、フュージョンと同じものができるというふうになっているんですけども、残念ながらちょっとまだそんなに、カーネルモジュールを使っている時と比べると性能は若干、まだ大きな、そんなに高くはないです。ただまあ、カーネルモジュールを外せるので、まあ、カーネルバージョンが上がったとしてもですね、動かなくなるとか、そういった、過去にそういうことがあったんですけど、まあ、そういうものに足引っ張られることがなくなってきています。で最後に、ソーマンっていうのは、これはもともと Windows システムをですね、DirectDB 入れ替えられるようにしようということで、そういうアプリケーション管理のフレームワークを入れてるんですけれども、それによって、かなり、グラフィカルなですね、Windows システムって、まあ、Windows マネージャーですね、を実装することもできます。実は去年のオートモーティブリラックサミット、バーミンガムの近くにあったんですけど、そちらの話をさせていただいてましたが、今日はちょっとスキップさせていただきます。簡単に言うとこんな感じですね。DirectDB のアーキテクチャ。コアにあるものがあって、そうですね、GPU 用のグラフィックスドライバーですとか、ソフトウェアドライバー、まあ、それのソフトウェアレンダーですね。同じ命令が全部こっちでか、こっち側で落ちれるようになっています。でここがプラットフォームを管理するシステムモジュールというもので、まあ、ここでそのプラットフォームでどういう GPU がサポートされているかとか、どういうメモリがあるか、どういう、まあ、レイヤーがあるかとかですね、そういうのを含めて管理できるようになっています。で、入力ドライバー、ビデオイメージのデコーダー、でサーフェスプールというのが、まあ、DirectDB の一つの特徴の一つのあれなんですけども、メモリーをですね、用途に合わせて複数の場所から確保できるようになっています。例えば、もう OpenGL-ES で使いたいから OpenGL-ES の方からメモリー取りたいよって言ったらそういう取り方もできます。ソフトウェアでしか使わないからっていうんであれば、もう仮想メモリーから取るだけ。でこれは GPU で使いたいからハードウェアでもアクセスできるものが欲しいよとかですね。そういう条件を指定してあげると、その適切なメモリープール、まあ、サーフェスプールって言ってるんですけども、サーフェスプールから描画面を得ることができます。だからそれは、そういう意味でですね、柔軟なですね、描画面管理ができるようになっています。一応こちらが、そういう意味では大体、描画、キーワードですね、のコンセプト図なんですけども、だからこれ実は、ジェネビのレイヤーマネージメントもほとんど同じキーワードを使っているので、イメージ的には、同じように捉えていただくといいかもしれないんですけども、まずアプリケーションを基本的に描画するときにはサーフェイスっていうふうに書きます。で、例えば、一つの画面に複数のアプリケーションを描画するときっていうのは、そのアプリケーションごとにウィンドウっていうものがあって、そのウィンドウの中にあるサーフェイスに描画しますと。で、ウィンドウマネージャーがそれを特定のレイヤーなり、レイヤーの描画面に例えば、レイヤーが一つしかないもの、
まあ、普通のデスクトップパソコンなんかそうですけれども、そういったものですと、イメージ的には出力、画面出力とここの部分しかないんですね。あの線と上のところになります。で、ダイフェビーそのものはハードウェアレイヤー複数のレイヤーに対応してますので、もしハードウェアレイヤーが複数あればそういったものがいっぱい並んでいて、で一つのアプリケーションでそのレイヤーを占有することもできるようになっています。でこの時に占有するともアプリケーションをですね、他のアプリと同期する必要がないので、まあ、一番効率よく利用ができると。でこれはテクニックはよく動画再生とか、まあ、車ですとバックカメラの表示ですとか、そういった時にですね、なるべくレイテンシーが欲しくない時とか、動画のアプリとかですね、そういった時によく使う。これは実際に描画を起こるときに、LTB の中ではアプリケーションが描画命令を出すと一回ハードウェアのドライバーに聞いて、もし描画できるかとか、これはこういうオペレーションサポートするか、例えばアルファブレンディングできるかとか、ソースアルファができるかとか、デスタネーションアルファができるかとかですね、そういった命令をいろいろ聞くんですけども、それから見て、もしできるんだればそこで描画する、もしできないと返すと自動的にそのテンプレートをフォールバックしていくと。よくあるのが、GPU によっては32バイトアライメントになってないとダメだよとかですね、ほんのちょっとフラグの条件が違わなければできないとかがありますので、まあ、そういった細かいチェックを一応ここで全部できるかできないかを返すようになってます。じゃあこのそもそもじゃあ DirectAB を、一応なんでしょうね、あらゆる描画命令っていうのをうまくアブストラクションして必要なものをハードウェアに落とせると。でネイティブに、まあ、ディスプレイレイヤーっていうか、まあ、レイヤーをサポートしてますと、ハードウェアレイヤーを、これをせっかくだからやっぱりジェネビーでラッピングしてあげたら結構使いやすいものができるんじゃないかと、簡単にというのがもともとの発想です。なので、ここからはさっきの一番最初の方で言ったけど、この部分ですねにフォーカスしていきます。右下の結論から言うとですね、多分こんな感じになるでしょうと。ベースレンダー、まあ、DirectAB 用のレンダラープラットフォームっていうのを定義して、まあ、DirectAB 用のグラフィックスシステム、ウィンドウシステム、まあ、テクチャーバインディングを持ってくるんですけども、グラフィックスシステムに関しては、もちろん GLES を持ってくることもできるんですが、ここでは DirectAB 専用のグラフィックスシステムを持っていった方がいいんじゃないかというふうに、考えています。この理由はですね、やっぱり OpenGL ESO を使ってしまうと、ブレンディング、コンポジションのために、本来アプリケーションで使いたい GPU をフルに使ってしまうと、もったいないなと。もしこんなもの 2D だけでいいんだったら、2D の、大体の SOC っていうのは 2D の、プリッターとかもちゃんと載ってますので、2D GPU の方に落としてあげた方が、アプリケーションガ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 ン無視して、3D 描画ができるよね。ということもありますので、まあ、適材適所ということで、まあ、オーバースペックのものを使わなくてもいいんだったらいいんじゃないのという発想です。で、じゃあ実際どんな風になるかということなんですけど、ちょっとここから図がですね、いろいろ点線とか四角とかいっぱいあるので、一応こんな図を使って説明しますよということで、図の先に説明しておきますと、アプリケーションとここが、TFB レンダラー、つまりウェイランドのプラグインの部分で、ごめんなさい、レイヤーマネージャーのプラグインになりますよ。で、ここがダイレクトビューの方ですね。ここが、このオブジェクトを、まあ、サーフェイス、描画面ですね。描画面をのサーフェイスにアクセスするための API、まあ、インターフェースだと思ってください。この点線は、このアプリケーションがここを叩くと、このオブジェクトに対して何かしらアクセスできますよという意味。で、ここからここは、こいつが、まあ、ここにコピーされますよ。実際には、グリッドテスト、まあ、こいつがプルスですけども、こっちがデスタネーション側がソース指定するので、こっち側がこっちにコピーするんですけども、ここは API のコールですね、を意味しています。で、ポイントはですね、DirectAB の場合は、一つのオブジェクトが複数のプロセスからです
ですね、同時にアクセスすることができるようになってまして、コピーする必要がなくて API だけですね渡して、あのインターフェースだけ渡してあげれば、反対側からでもですね、まあ、もちろんあのセキュリティの関係もあるんで、何でもではなくてですね、もう当然のことながらウィンドウマネージャーからしかできないんですけども、ここにアクセスは、一応ダイレクトにアクセスできるようにしてあります。で、通常のですね、ユースケースとして、普通に描画するんであればですね、アプリケーションは勝手にですね、自分の描画面というところに書いていて、そしたら、まあ、レイヤーマネージャーの方でですね、必要なない名義で勝手にオンとコピーしていって、描画しますよということができます。で、この時に、さっき言った GLES を使うことももちろん可能なんですが、2D の GPU があればですね、そっちの方にフォールバックさせて、ちゃんと 2D GPU を使ってあげた方がいいでしょうというふうに考えています。で、さらにですね、グラフィックシステムのときに、こちらはですね、レイヤー、ハードウェアレイヤーがきちんとサポートされているんであれば、そもそもコンポジションをソフトでやる必要はないよねと。ということで、アプリケーションがそれぞれ専用のレイヤーを持っていれば、もうそれも本当に勝手にお互いに描画するだけになりますよねというふうに、なっています。まあ、ごめんなさい、これはコピーしてますけども、この場合ちょっとコピーしているバージョンで、これはなぜかというと、ちょっとこの後でまた説明します。だから、ハードウェアレイヤーをですね、これはきちんとサポート、そのままできるので、これもジェネビのレイヤーマネージ、レイヤーの概念にワントゥーワンマッピングできるでしょうと。で、すみません、さっき言ったこっちの方ですね。もしですね、特定のレイヤーをアプリが独占的に使えるのであれば、もうコンポジションなんかにやめてしまって、勝手にここでアウトプットしてフリップ読んでしまえば、もういきなり画面に出ていきますよね。だから、コピーの回数も減らせますので、当然のことながら一番性能が良くなると言いますか、バスに優しいと言いますか、結局、データコピーで、最終的にやりすぎて困るのは、特に HD 再生とかやってた時にあったら、どうしてもまた、組み込み系の SOC だと、バスの方がそんなに PC ほど速くないので、どうしても、そこをいかに抑えるかということで、なるべくコピーを減らすという意味でも、使えるものは使うと、直接描画できるんだったら直接描画したということを考えて。で、さらにですね、もし Windows システムをやるにしてもですね、実はこれ別のところで、使ったテクニックでもあるんですけれども、きちんと動機ですね、今そのアプリがですね、例えば表に出ているのか、今どういうサイクルで描画しているのかあるんですけれども、結局アウトプットのサイクルと、もしくはその実際に絵が出てないのに描画しようとして、GPU をガンガン使うようなアプリがすると迷惑なので、でそれがまあ Android とか、そういうものですと当然アプリケーションのライフサイクルがあって、サスペンドレジュームとアプリケーションがフォアグラウンドからバックグラウンドに行くとサスペンドが呼ばれてそこから止められてしまって、でもその時にリソースちゃんと解放しないと握ったままになるから迷惑だからなんとやめろよというのが API ドキュメントとか見るとなんか Android SDK ドキュメント見るといろいろ書かれてるわけですけども、結局アプリの良心にかかってるんですね。でとはいえまあをですね、サポートする意味でも、例えばアプリケーションが描画し終わりました、フリップしますよと、フリップした時にですね、ちゃんとこっちの方でですね、プルするタイミングですね、例えば画面のリフレッシュレートに合わせてですね、フリップっていうのを制御してあげれば、こっちの方はですね、あまり考えずにですね、いいペースで描画ができるということで、こういうタイミング制御というのをきちんとこの仕組みを使うともできるというふうに考えています。で、実際に我々が考えているのは、これのダイレクトビーでもっとレイヤーマネージャーと持ってくるといいところというのは、やはりプラットフォーム API がですね、バラバラにならないでしょう。例えばということがあるんですけども、極端な話ですね、例えばウェイランド持ってきても、その下がどういうインテグレーションしたかによって3種類使い分けなければいけない。それよりは何かもう1個作ってしまって、あとその下回りさえきちんと実装されていれば最適に動くっていうお手軽さ、これが出せるのがいいんだろうと考えています。
でもう一つはですね、きちんと 2D の、 あのレンダリング持ってますね。本当に 2D でいいところであればわざわざ GLES に落とす必要はないんじゃないのといったところで、メリットとかそういうのも全部隠すことができるというのもメリットになります。でさらにですね、レイヤーマネージャーは、想定としてはマスターで動かすことになるんですけども、実はこれスレーブとして動かす必要も考えられまして、そういうふうに動かした場合には、だんだんダイレクトビって、まあ、ウェイランドも X もそうですけども、サーバーがクラッシュしてしまうと、もうどうしようもないですね。で、サーバーにバグがないようにしなきゃいけないんですけども、そういうことで、まあ、コアのモジュールがバグがないのは当然なんですけれども、なくさなきゃいけないのは当然なんですけど、それでも万が一っていうことがないようにするときに、レイヤーマネージャーそのものにバグがあったときを想定して、ただクライアントとしては自動復帰、アプリケーションをクラッシュさせることなく自動復帰ができるというメリットが考えられます。で、そうですね、基本的にメモリーの共有っていうのがですね、手軽に、まあ、きちんとできるようになってますので、そういうクライアント間ですね、クライアント間とかですね、サーバー間だとですね、メモリーコピーっていうのをですね、なるべく減らせる、自動的にですね、同期することができるっていうメリット。それからやっぱりレイヤーマネージメントで、まあ、このジェルビのレイヤーマネージャーもレイヤーを管理する部分は共通化しているんですけども、アプリケーションが Windows システムと話するところはもう Windows システム依存で割り切ってしまっているんですね。でそういうなと、いろんなアプリを持ってて、このアプリは Wayland 向けに書いてるから Wayland じゃなきゃいけないとか X じゃなきゃいけないってことが出てくるんですけども、そういうのが減らせるんじゃないかと。でこれはちょっと今考えてるのは実は次のスライドのような形なんですが、ですね、基本的にはレイヤーマネージャーってのは DAP プラグイン経由でまた DAP パートスになっていくんですけども、ウェイランドのアプリケーションもこのウェイランドとダイレクトビューをつなぐものをですね、用意してあげて、今まで通りですね、まあ厳密に言うとこのウェイランドウェストですね、向けのアプリケーションをダイレクトビューでホストできるようにしようということを検討しています。であと、X マップに関してはもうすでに X ダイレクトビューというのがあるので、まあ、ウェイランドウェストと同様に X のアプリケーションもホストできて、ダイレクトビューも持ってくることができると。で、現状、このグレーのところがですね、まだやってる最中でですね、今期中っていうか、今年中にですね、カレンダーイヤーで、本カレンダーイヤー中にオープンソースとして、出せるように、まあ、この部分に関して今検討してるのは、ジェリビの方で公開できるようにしたいなって考えてますし、こちらの方はまあどこで出すか別として、少なくともオープンしていきたいというふうに考えています。で、これがなかなか次の最後のスライドがですね、まあ半分喧嘩売ってるのかって思われそうな感じなんですが、このウェイランドって書いてあるのはウェイランドウェストンだと思ってください。ただ、コンパリゾンとしてですね、まあ実際もしょうがないんですよねっていうのがあって、実際この通りの、まあとりあえずダイレクトビューがバッチェックがつきそうなところをメインにしてるんですよ、当たり前なんですけれども、例えば 2D のアクセラレーションっていうのが簡単にできるようになってるかとかですね、ハードウェアディスプレイレイヤーがきちんと考えられてるか、最初から、ハードウェアレイヤーにですね直接アプリケークライアントが描画できるような仕組みっていうのを持っているか、コンポジションをクライアント化でできるかとかですね、サーバーとしてできるか、コンポジションのヒエラルキーがあるかとかですね、まあコンポジターが何らかにカスケードでヒエラルキーを持ってできるかとか、そうですね、複数のコンポジター用意することができるかとかですね、トリプルバッファーとかフレームシンクがきれいにできるようになっているかとか、まあ、サーフェイスプールってね、サーフェイスプールは複数のメモリープール用意して、そこからに適切なところから描画を持ってくることができるかとかですね、ネットワーク非依存でできるかとかですね、結局ウェイランドなんかだとどういう通信経路でどうやってサーバーと通信するのかっていうのはアプリケーションが知ってなきゃいけないので、そういったところでアグノスティックにできるのかとかですね、IPC を使わないでできるモードっていうのを作れるのかとか、まあ最後はまあここのまではあまり関係ないんですけど、リラックス以外サポートできるのかっていうのもチェック入ってますけれども、
ただ、僕ら自身はウェイランドが決して、ウェイランドとかマイクスとかいろんなオプションの中の一つになればいいかなと、ジェネリックレイヤーマネージメントとする際にですね、それとウェイランドとダイレクト FB そのものをですね、お互いに補完関係にあるというふうに考えていまして、決して、ウェイランドウェストンですね、ウェイランドウェストンというウェストンというサンプルのコンポジターの代わりにダイレクト FB を持ってきたときに、よりウェイランドの世界というのが使いやすくなるんじゃないかと。ウェイランドダイレクト FB というものがウェストンコンパチブルの API の一つでやってあげるとですね、面白い世界が広がるんじゃないかなと考えてますので、そういうところも含めてですね、実は現実的なマネージャーもそうなんですけど、ちょっとそっちの方を広げていきたいというふうに考えてますというのが、このプレゼント内容です。はい、ありがとうございます。何かご質問等があれば。興味深い内容をちょっと監視して聞いてます。で、ちょっと教えてほしいのはですね、ダイレクト FB を使ったハードウェアのレイヤーの管理とか、そこら辺も全部隠すことができるというのがこの表のメリットって感じたんですけれども、現状のですね、いろんなソックメーカーさんみたいな、かなり絵のところ、レイヤーの構成とか、自由とか、パソコンだったら、FB で隠すっていうのをやってるんですけど、レイヤー構成がそもそも分かれてないですし、フリルだとレイヤー構成が分かれて、アルファブレンドがどうあるか、かなり自由になってると思うんですね。その移植性っていうのは、例えば我々 FB、ダイレクト FB 使って、今後製品転換していきたいって考えたときに、どこまで対応、僕らが要はオープンソースをかけてできる範囲なのか、それともオープンなソースのコミュニティなので、例えば流行っているものにだんだんこうなっているのかっていうことがちょっと分からなくて、そういう意見があるのでちょっと教えてほしいんですけど、レイヤーのところは確かに自由で、残念ながらそのどの何レイヤー、例えばサポートしているか、各レイヤーがどんなピクセルフォーマットに対応できるのか、どういうケーパビリティを持つのかっていうのはやっぱり SOC 依存になってしまうとかどうしてもあります。ダイレクト FB はそういうものを抽象化して問い合わせることができるようになってます。例えばこれは同画面でどうしても NV12 の両画面が必要だから動画再生用に、要は動画のデコーダーでよく使う YC が分離しているやつなんですけども、そういうのをセミプレーナーって言われているので、でそういったものを持ってくるとそういうものに対応できる面をちょうだいねっていう確認ができます。だけどそれを対応してないものに対応させろというのは今度不可能ではないんですけども、ソフトウェアでピクセルフォーマットコンバージョンやるはめになったりとかいろんな側面が出てくるので、ジェネリックに作ることはできます。ただ多分結果として最適なその SOC での最適な動作にはなりませんということになると思います。ただ、そこはレイヤーをどう扱うかというところだけの話なので、それ以外の部分というのはそのまんま1回作ったものはどの SOC でも動かすことができるというのは間違いないです。だそこの本当にどういうケーパビリティを持ってるかっていうところですね。例えば組み合わせですから、そういうアプリケーションの種類によってダイレクト FB と OpenGL と組み合わせて使うものと、やっぱり動画みたいに強引にならないといけないやつは、例えば DevFB を直接使ってしまうみたいなのを やるというDevFB を直接使うことは、不可能ではないと思うんですけれども、実は僕らはといいますか、一番正しいダイレクト FB では実は DRMKMS の方をサポートするようになってまして、 FB デブ以外のものですね。で KMS の世界に入ってくると今度は何が嬉しいかというと、あっちはちゃんとレイヤーを定義できるんですね。一回デバイスをオープンしてあげて何個そのカーネルモースっていうか、そのメモリー、レイヤーがあるかと。で、そのレイヤーどういうケーパビリティを持ってるかっていうのを問い合わせることができますと。で、ただそこはですね、アブストラクションはほとんど効いてなくて、かなり SOC 依存が、ドライバー実装依存になるんですけども、というのも、DRMKMS のドライバーって言いますか、正確に言うとですね、それを使いやすくするためのライブラリってあるんですけども、NibDRM とか NibK
TMS とか、でそこを見ていただくと I9154 とか9154とかですね、レディオン用とか、まあ、要は GPU 用のですねヘッダーファイルがたくさんあるんですね。要はそのどのドライバー GPU のどの、プロパティある誰がどんなことが設定できるかっていうのはどうしてもバラバラになって、そこはまだ統一されてませんと現状は。将来的にはそこは統一されていくべきだと思いますし、将来的には統一されていくと信じてるんですけれども、まだそこまでいってないと。でそういうものが積み重なっていくと多分ですね、もうちょっと下のことあんまり考えないでアブストラクションレイヤー上げていくことができると思うんですけど、まだ今はここに欲しいアブストラクションレイヤーはまだこの辺なんですよ。でも昨日までのここよりはちょっと上がったかなっていうところだと思ってます。なのでダイレクト API そのものはですね、そういったものを使いやすくする仕組みは用意しているので、あとは目的に応じて使い方を工夫していただくのが本当はいいのかなとは思ってますけど、ね、インターフェースとして範囲が広いですよね。今まであったインターフェースよりも広いけど、ハードによりのインターフェースを直接アタックに対してはこのまあ入っていらっしゃるので、ある程度その間口が広いという感じでしたんですけど、ね、ダイレクト API 自体まあ、ダイレクト API 自体10年以上やってるプロジェクトなので実は今が始まって広くなったわけでもないんですけども、求められるままにメンテナンスされたらこうなっただけで、ただそれでもいわゆる DirectX とか、Windows でやってる DirectX みたいなものと同じようなグラフィックス、やっぱりグラフィックスやったら最低限必要なスコープっていうのはを必要最小限満たしているレベルだというふうに考えています。でさっきちょっとコメント忘れたんですけども、OpenGL-ES もですね、全然普通に使えまして、EGL 使う場合でしたらば、ネイティブウィンドウなりネイティブディスプレイと、DirectDB をつなぐっていうのを実際に、我々やったことがあります。だから、DirectDB のサーフェイスをクリエイトして、それを OpenGL-ES の API で、ネイティブウィンドウとして登録してあげて、使う描画そこに描画して、また DirectDB の方で、取ってあげて表示するっていうユースケースも、そこは全然難しくないので、そういったこともできるので、結局まあ DirectDB はワンオブウィンドウシステムでしかないので、良くも悪くもですね、だからそこはうまく組み合わせて使えるような部品にはなっていると思います。はい、いかがでしょうか。せっかく日本語ですのでと。じゃあ早川さん、どうもありがとうございました。はい。